太陽にほえろでブレイクした俳優の勝野博さん、奥さんはタレントのキャシー中島さんですね。そんなお二人は結婚43年を迎え、 SNS に仲睦まじい様子をアップしており話題となっています。またお二人は愛娘をある病気で若くして亡くしているのです。今回は勝野博さんの生い立ちやキャシー中島さんとの馴れ初めなど気になる情報とともにご紹介していきます。勝野博さんは九州学院高等学校卒業後、青山学院大学へ進学しています。生まれは熊本県阿蘇郡小国町杖立温泉がある町で、実家は旅館を営んでいました。とても賑やかな環境で、幼い頃に最初に覚えた歌は月が出た出たの歌詞で有名な炭鉱節だったそうです。中学高校時代は熊本市内で下宿生活をし、高校卒業後は大学へ進学するために上京。大学在学中にモデル活動を始め、CM に出演することになりました。その際、 CM の共演者であった俳優大橋和元さんの勧めで劇団現代演劇協会に入団し、役者の道へ進むことになります。芸名はじっくり考える時間がない中、本名ではシャープなイメージにかけ、この方がすっきりして響きも良いと考えて、本名から6を取り除いて芸名としたそうです。1974年太陽に吠えろへのテスト出演を経て、テキサス刑事こと三上淳役に抜擢され、一躍人気者になり、太陽に吠えろには2年間出演して、38話では主演も務めました。テキサス刑事殉職会は同ドラマ史上最高視聴率 42.5% を記録しています。1976年俺たちの朝では主演し、熱血軽妙な好青年を演じきりました。1978年映画夜が崩れたで映画デビューを果たし、同年日本テレビの姿三四郎に主演、同年の東宝映画ブルクリスマスはトップクレジット経験者8人が居並ぶオールスター大作でしたが、初の映画主演も務めました。時代劇では柳生暴れ旅で剣豪柳生又十郎宗冬を演じたほか、鬼平犯科帳では第3シリーズより鬼平ファイナルまで同心酒井祐介役を演じています。1977年から1986年までは大正製薬リポビタン D の CM に起用され、宮内潤さん後の渡辺裕之さんとの名コンビで人気を博しました。結婚43年目を迎えた夫妻ですが、結婚記念日当日の5月5日は仕事のため何もお祝いをできなかったと告白したキャシーさん。しかし、そういう年もあっていいよねと思っていたところに、次女カナエさんとその夫リカルドさん、そして長男陽介さんからサプライズでホテルアマン東京1泊をプレゼントされたと報告。部屋に入ってみるとはウェルカムスイーツが用意され、さらにケーキとお花まで届き、至れり尽くせりだったそうです。そして夫の勝野さんと一緒にケーキと花束を抱えたツーショットを SNS にアップし、丸の内の38階から見る景色がなんだか滲んでしまいました。ありがとう、この時間を大切にします、子供たちに心から感謝ですと、その優しさについ涙ぐんだと明かしています。さらにキャシーさんがお気に入りだというレストランでのディナーには、カナエさん陽介さんに加えて、仕事が忙しくていつも参加できないリカルドも一緒です、私の大切なファミリーですと、カナエさんの夫と孫たちも駆けつけ、5人が大集合したことを報告。キャシーさんは、今夜はちょっとだけ夜更かしをしてワインでも飲みながら43年前の結婚式の時の話でもしましょうねと綴り、インスタグラムでは結婚43年目のダンスいつもありがとうと、勝野さんと楽しそうに踊る姿が公開され、ファンからはこんな素敵なことってあるんですね、もう本当に素敵なご家族でこちらまで幸せな気持ちにさせてもらって、いつも憧れてしまう素敵なファミリーです、キャシーさんの笑顔が太陽のようで皆を幸せにしていますね、素敵な夜をお迎えくださいませ、これからもお幸せにと祝福の声とともに、素敵な家族模様を見て幸せに満たされたというコメントが寄せられました。キャシーさんと勝野さんは1979年に結婚し、
一男二女を設けました。長女は勝野七海さん、次女は勝野かなえさん、長男は勝野陽介さんというお名前です。長女の七海さんは1979年に誕生し、1998年に妹のかなえさんとペア写真集をリリースして芸能界デビューされ、その後ジュエリーデザイナーとしても活躍されていました。私生活では2008年11月にヒップホップダンサーの猪田武さんと結婚し、幸せな結婚生活をスタートさせたばかりでしたが、2009年2月に肺がんが発覚、治療に専念しましたが、同年7月7日に29歳という若さで亡くなりました。次女のかなえさんは1982年に誕生されました。1998年、写真集を発売した年に、大林信彦監督の映画「風の歌が聴きたい」で女優デビューを果たします。私生活では2015年2月8日に8歳年下のスイス人男性リカルドさんと結婚。お二人の馴れ初めですが、2013年2月にリカルドさんが日本に旅行した際に出会い、さらに翌月にかなえさんがパリに留学していたことで再会、プロポーズされたのだそうです。2016年7月にリカルドさんが大学を卒業後は日本で一緒に暮らし、3人のお子様が誕生しました。現在のかなえさんは女優として活動する傍ら、フラダンサーとしても活躍し、フラ&タヒチアン教室を主催しています。そして長男の陽介さんは1983年生まれで、高校1年生から俳優として活動をスタート。2010年には1年間パリの刺繍学校に留学し、手芸家、カバンなどのデザイナーとして活動も始め、舞台の衣装などに携わっているようです。またグラスアートも行っており、主に動物のグラスアートを制作しているようです。勝野博さん、キャシー中島さん夫妻は2021年10月4日にトーク番組「徹子の部屋」に揃って出演し、二人の夫婦円満な理由は家族と幸せになることに憧れていた壮絶な生い立ちが影響していることを語りました。キャシー中島さんは5歳の時に両親が離婚し、10歳までは近所に住む血縁のない女性の家に預けられて育ったそうです。思春期にはやりきれない思いから夜遊びをするようになり、不良と呼ばれた時代もあったとか。一方の勝野さんも3歳の時に両親が離婚し父に引き取られましたが、自衛隊員だった父は単身赴任先から時折帰宅するのみで、寂しい幼少期を過ごしていたそうです。そんな2人だからこそ家族という存在を何よりも大切にしているのですね。勝野さん、キャシーさんご夫妻の長女七海さんは2009年7月7日午前0時20分、肺がんのため都内の病院で亡くなりました。七海さんは2008年11月にヒップホップダンサー猪田武さんと名古屋市の熱田神宮で挙式を執り行い、新婚旅行にも出かけ、幸せいっぱいの新婚生活をスタートさせたばかりでした。そんな中、2009年1月頃から風邪っぽい症状を見せ始めたため、病院で診察を受けたところ肺がんと判明。手術では治せないほど進行しており、抗がん剤に頼るしかありませんでした。当時勝野博さんは次女のかなえさん、長男の陽介さんと共に自らの芸能生活35周年記念の舞台に立っており、その公演中に七海さんの病気を知りました。七海さんのがんは骨やおでこにまで転移し、一時は効果が見られた抗がん剤も効かなくなってしまったそうです。そんな中、七海さんは家に帰りたいと医師にお願いし、一時退院で自宅に帰った時は家族で外食をしたそうです。しかしその翌日夜に容態が急変、ご両親と陽介さん、夫らに看取られて息を引き取りました。勝野さん夫妻は亡骸にすがって号泣したそうです。また妹のかなえさんは前日に仕事でタヒチに出発しており、最後には立ち会えませんでした。勝野博さんの妻キャシー中島さんは1952年ハワイのマウイ島出身で、父はアメリカ軍人、母は日本人のハーフです。タレント活動の他、ハワイアンキルトの第一人者としても知られていますが、もともとはモデルとしてデビューし、1969年レナウンの CM に出演しました。その後バラエティ番組のアシスタントやレギュラー出演を中心にタレントとして活躍しますが、
1979年に勝野さんと再婚したことをきっかけに芸能活動を休止します。しかし林浩子さんとの共著キャシーと浩子が月見草で生き生き痩せたシリーズを発表したことをきっかけに芸能活動を再開。その後はテレビ番組のレギュラーを務めるほか、パッチワークやハワイアンキルトのショップを経営したり、本を出版したりと幅広く活躍しています。そんなキャシーさんは2016年に皮膚がんの手術を受けたことを告白し話題になりました。皮膚がんができた場所は右目の下だったそうです。娘さんが2015年の12月頃、キャシーさんの目の下の出来物を見て、その出来物はおかしいから病院に行った方がいいと後押しして診断を受けたことから発覚したようです。がんになった原因についてご本人は、はっきりとはわからないが日に当たりすぎたことによるものじゃないかと話しています。確かに皮膚がんの一番の原因は紫外線と言われていますし、特に白人の方は発症率が高いそうです。ただ無事に完治したようで良かったですね。勝野博さんは崇教馬光という新興宗教を信仰なさっているそうです。この宗教は1901年に元陸軍上将の長男として誕生した岡田幸魂氏によって立ち上げられた新興宗教で、大矢元主信仰大御神様という宇宙創造天地創造の神を主祭神とするようです。地球は元一つ、世界は元一つ、人類は元一つ、万教の元また一つが基本理念で、人類愛を旨としています。宗門宗派や人種、民族、老若男女にかかわらず誰も信仰できるそうで、手かざし、お清めと呼ばれる信仰の号、そして日常生活の中のちょっとした行為や心がけや言動に教えを実践する生活促進行、そして道場での修行を柱とする教えであるそうです。著名人ではアントニオ猪木さんや北王子金也さん、岡部真理さんなどもこちらの宗教を信仰していると言われています。いかがでしたでしょうか。結婚43年目を迎えても仲が良く、素敵な夫婦である勝野博さんとキャシー中島さん、家族をとても大事にする理由は幼い頃の経験からだったのですね。いつまでもお元気で仲睦まじいお姿を見せてほしいです。